皆さんお疲れ様でした。報徳学園の皆様と、県大高崎の、皆様へ、まずは県大高崎の皆様へ、優勝おめでとうございます。本日2024年3月31日、先ほどまあ試合が終わったところなんですけども、試合の途中1時過ぎからですね、まあ、テレビを見る形で、まあ、物事の経過を、まあ、見るような形、まあ、多少なりとも参加はしてたんですけども、まあ、その正直試合途中、試合前からですね、その頭の中でこちらの方でもちらついていたのが、まあ、群馬の高校 の、 その高崎県大高校がまだ優勝したことはないっていうことだったんですね、春の選抜。まあ、その辺のところもあって、報徳学園のスタンドの方たちも、まあ、コメントの仕方でね、ああいうふうに、言うことによって、あと、県大高崎のスタンドの方たち、まあ、選手の方たちもそうかもしれませんけど、まあ、帽子かぶってるので、選手の方たち、ちょっとよくわからなかったんですけど、まあ、頭を丸めてというような、形で、まあ、両者ともに、全力で試合をしてるんですけども、まあ、結果的にその県大高崎高校の方たちが優勝できるような形になっていました。ただ報徳学園の方たちも、試合最後まで諦めないで、まあ、9回もダイソーのランナーの方が出てきて、しっかりと盗塁してと、まあ、場面をしっかりと作るところまで作って、ただまあ相手ピッチャーのエースナンバーの方も非常にいいボールも投げられていて、特にまあ左対左の打者に対して特に有効なボールですよね。インコース、まあボールの軌道的にまあデッドボールかなというようなボールがこうインコースに入ってくるっていう、まあ、対処が難しいボールをしっかりと、投げ込まれていたと、まあ、そういうようなところで、まあ、私の方としてもその、まあ、試合前からその初優勝っていう部分でやっぱり正直ちらついていました。で、まあ、報徳学園の方たちもそれ込みで、全力で試合をしていたと、まあ、いうという試合でした。まあ両校お互いまあ仲良くなれるんじゃないですか。まあいろんな意味で良い試合だったと思います。すごく素晴らしいファインプレーもたくさんありましたし、まあ最初の方の試合のイニング、まあ12時から試合開始ということでしたけども、まあそれまで得点も2対2で、まあ僕はテレビ見てから3対2になってるんですよね。だからまあその辺のところで、うん、まあ今日も動画でアップロードしてるその星稜高校の方たちへのメッセージ、まあ能登半島の被災者の方たちと星稜高校の方たちへのメッセージ、ホームページの淡井圭介の履歴の一番からまあ見ていただいたらわかるかと思うんですけども、まあ法のもとに平等っていうことを、しっかりと述べてるんですね。で、まあまあまあそういうふうなところを今日述べた言葉っていうこともありますし、まあ、うん、自分がその軸に置いてることが何かっていうところで、そういったことが、やっぱり自然とこう稼働しますね。ちゃんと報徳学園側として私は試合を取り行おうとしてたんですけども、まあ頭の中をね、割らそうとしたら、逆にね、その、まあピッチャー、今朝丸選手でしたけども、その、コントロールがね、悪くなったりだとか、どちらかというとその試合の場面場面でどうするべきか、ああするべきかっていうところですね。で、まあ報徳学園さんの方で、満塁の場面があって、
満塁の前、満塁じゃなくて2、3塁ですかね。僕の頭の中でね、その、アウトカウントが少なかったから、その、スクイズ、正しいゴロゴーの形、もしくは外野フライで深いところへ打ち込めば1点の場面。その両方、画面がコロコロ変わるんでね、選手の人も監督さんの方も、その、途切れ途切れで伝わってると思うんですよね。で、最後、サード側へのゴロを、打たれた時に、その場面の時ですよ。イニングは、6回か、それぐらい、6回、7回、それぐらいの頃ですかね、サード前にゴロを、打った時に、その、多分ゴロゴーのことが頭の中に強く意識があって、本塁に、サードランナーの方、果敢に、ダッシュされたと思うんですけども、あの場面はちょっと無理ですね。その前に、そのゴロゴーっていうのは、その、アウトカウントがノーアウトの時でしたから、だからバントしやすい場面じゃないですか。で、ゴロっていうことを伝えていたのは、その相手が外してきたらバットを引く。ゴロゴーであれば、その外された時に、そのボールカウントを増やせるっていう形だったんですね。だからそのカウントが、その整ってきたり、うんぬんとかで、そのツーストライクになってしまったら、やっぱりそこをバントするべきかって言ったら、例えば、スリーボール、ツーストライク。の場面で、昨年のその阪神タイガースの優勝の仕方で、やっぱりそのファーボールを無駄に出さないこと、自分たちのチームとしては。で、自分たちがバッターの時はしっかりとファーボール、ボール球を、振らないようにするという、その基本的なところがしっかりと、データでも結果で、出てきて、それを約140試合ほど試合を行ったときに、やっぱりあれだけ試合のゲーム差がついてくると。そういうふうなことが多分高校野球の皆さんにもその話が伝わってると思うんですよね。だから、外野フライ深いところに打ち込んでも1点という、内容を、伝えようとしていました。やっぱり画面がコロ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 動くので、その辺のところは伝えにくいところがあります。これはプロ野球の試合でも同じなんですよ。だから、あの場面は、2、3塁にもできてましたし、アウトカウントにもよるんですけども、例えばワンアウトであったとしても、ゴロゴーのスクイズを狙っていく形ですね。で、ツーストライクまで追い込まれたら、外野フライ深いところに1点なんですけども、ただしファーストも空いている場面の場合は、相手はそれ考慮して、ボール球を投げてくる可能性がある。その辺のところでボール球を、振らないようにすると。こういったところまで頭の中で組み上げれているかどうかというところですね。試合の、その、選手の方たちもだいぶ悩まれたと思いますよ。その、淡井圭介はその報徳学園側、悲しみがね、今ちょっと来てるんですけども、もう僕は心の中で自分のけじめはついてるんで、特別悲しい思いはしてないんですよ。日本全体の和という部分もありますし、その、スタンドにいらっしゃる、報徳学園の高校の、人のね、コメントに関しても、勝ちに行くような形のコメントではなかった。片や、群馬県の高校の、ごめんなさい、ちょっと名称を今、さっき何回か見て確認したんですけども、もう今、最初言えてたんですけど、名称、ちょっと、忘れてしまってます。健大高崎さんであってましたでしょうか。そうですよね。頭丸だにして、優勝しに行くというような形ですね。
まあ、ですので、まあ、状況的に、まあ、何をするべきかっていうことが分かってた試合。かたや、選手としては、手抜きをしてるわけでもないと。まあ、結果的に、やっぱりこういう形になると。まあ、こういうことを皆さんで、しっかりと、学んでいただけたらなと思います。まあ、今日は、あとは、阪神タイガースの試合や、まあ、今も試合時間中だと思いますけども、ボクシングの世界戦などがあって、というところですね。ですので、まあ、笑顔でこう、両校、関係者の皆さんへ、まあ、仲良くっていう部分のところで、仲のいい試合っていう形のところで、こう、何か笑顔で発したいんですけどね。ちょっと私としても、自然とそういうふうにならない。で、あとそういうふうに、こう、やっぱり自分の心の中でも、歯止めがやっぱりかかるんですよね。笑ってたらやっぱりダメだという部分で、まあ、もし時間があれば、再度動画、撮影しようかなとも思っています。とにもかくにも、選抜春の高校野球、全チームの皆さん、お疲れ様でした。まあ、私として唯一悔いがあるところがあるとすれば、まあ、やっぱり能登半島の大地震がありましたから、被災者の皆さんが、まあ、一番喜んでもらえたらよかった。で、春の選抜に関して、でのその優勝っていうものが、石川県の高校、星稜高校もなかったので、まあ、その辺のところで、まあ、私の対処が甘かったかなという部分ですね。まあ、試合を見ながらの勝ち負けの仕方と、そのテレビを見ながらと、その2種類をね、私、両方とも長年行ってきてるので、私自身もどちらの方がいいんだろうに、やっぱりなるんですよ。だから、石川県のその星稜高校の昨日の試合って、まあ、前半戦リードされてましたので、途中から試合を見たわけでもないんですよ。だからまあ、何が良くて何が悪かったのかなっていうところを、まあ自分でなりにも、試合の勝ち負けを取り組むものとして、精査しなければならないんですけども、まあ、はっきりとした答えは出てないですね。で、まあ今日の朝もコメントしてるんですけども、一つ一つ、勝っていくっていう方法、一つ一つこう順位が上がっていくっていう方法とか、まあそういったものはありますし、まあ、神がかり的な違う世界は言葉の数だけ事象がありますので、まあそこで、ただ試合を実際テレビ見ながら行ってるときに、まあ大体なんとなくはやっぱり状況を見たときとかにもわかりますし、まあその両校素晴らしかったのはやっぱりそのプレーですね。まあ最初の方のイニングはエラー等があったみたいですけども、まあ、私がテレビを見ているとき、両校とも、守備、素晴らしかったと思います。まあ、どう言ったらいいんですかね、まあ、能登半島の人たちの件について、まあ、そういうふうなところも含めて、高校野球、まあ、暇な方たち、被災地のその避難所の、まあ、ご老人の方とか、仕事も降りられて、まあ、することがないので、そういうふうな試合を見ていただいたときに、ああ、そうなんだなと、その心の部分でね、勝敗がついたんだなっていうところが、理解していただけます。報徳学園さんの方も、もう、負けてもいいよ
ていう、ただし試合は全力で勝ちに行くんですけども、そのスタンドにいる人のねコメント、その話し方が敬語じゃなかったんですよ。で意図的にそう言っていて、で片や、県大高崎選手の方たちはしっかりと敬語で、頭はもう全員丸めてきてるんですよね。でそういう潔さと、やっぱりもう前日から私の方でも、その決勝のね相手がその県大高崎さんと、報徳学園さんの試合っていう日程の時点でね、もう前日から正直僕の中でももう群馬県の優勝でももうこれは仕方がないっていうところで踏ん切りっていうのはついてたんですよ。だからまあこれからのそのプロ野球にどういった方が入られるかっていうところで、ね、やっぱりまあ、プロのスカウト陣の方たちも、まあ、どういった方をそのプロに選ぶのかというところですね。正直いろんな要素が多すぎて、どういったことでその選手を選ぶべきかっていうところになってくるかと思います。プロ入ったらプロ入ったで、まあ、私が述べてる内容とかホームページの内容を見ていただいたら、YouTube で言ってる内容を聞いていただいたら分かる通り、やっぱり結果はこうなんですよ。手抜きしなくても。まあ、その辺のところで、皆さんどういう風な進路、あと人生をどう生きていくかというところ、そういったことはね、すごく伝えれられた、良いゲームだったと思います。試合だったと思います。まあその辺のとこはスタジオジブリさんの君はどう生きるかっていう映画を作っていただきます。題名は私の方で、頼みました。それはそのエネルギーの残存量問題とかあって、そのみんな電車バス等で移動するべきであると、そのエネルギーの節約ということで、車なんか買うべきではないと。仕事でどうしても絶対必要だっていう人はしょうがないんですけども、すごく山の中に、勤務地があってたとか、まあそういうふうな方たちはしょうがないですけど、正直、まあ、15分20分ぐらい歩けるじゃないですか。勤務先まで、電車降りてから。まあまあ、それぐらいのことは皆さん、しっかりとしていただけたらなと思います。まあそういうふうも含めて、アメリカの方も私がどういうふうなことを述べてるかっていうことを映画界の方の方たちが分かっていらっしゃいますから、アカデミー賞で、君はどう生きるかっていうその部分を、深く、受け止めていただいて、アカデミー賞を、受賞していただいています。以上です。それでは、高校野球、関係者の皆さん、能登半島の被災者の皆さん、お疲れ様でした。よければ、まあ、チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がよくわからない方は、身の回りの方に聞いていただいて、まあ、私がどういうふうなことを述べてるか、それによって世界中の政府の人たちがどういうふうに動いているのかとか、そういったことを、大真面目に、受け止めて、もう僕の年齢が、まあ、もう40半ばなんですけども、もうこれぐらいの年齢にはもう確実に後の世代の人たちのために生きていってあげなきゃならない。まあ30歳ぐらいまではね、もうずっと勉強ですよ。もういろんな法律のこととかいろいろ勉強して、実際世の中どれぐらい間違いがあるのかとか、まあほとんどの人はその法律の世界から挫折してしまって、まあ覚えなくなる。法律の世界にも矛盾がある。結局人が自分がどう生きるかっていうことなんですよね。それが十二分に表現できた、決勝戦だったと思います。本当に守備なんかは素晴らしいプレー多かったですよ、両チーム。以上です。皆さんお疲れ様でした。夏の大会、まあその時私がどうしてるかはわからないですけども、まあいろんなことを、しなきゃならないこともたくさんありますし、夏の大会、楽しみに、しています。また皆さんの素晴らしいプレーが見れたら、見るだけの価値がある、見てよかったなと思いますので、そういったところを期待して、本日、この動画を撮影を終了させていただきたいと思います。皆さんご苦労様でした。